いや、それは必要ね。必要ね。うろうろしてると本当にとんでもないことになります。そうですよ。それぞれ工夫して毎日を過ごしていらっしゃる皆さん、そこで今日はなかなか人には言えないお悩みと上手に付き合う爽やかなアイテムをご紹介します。座談会の奥様たちはね、明るくおっしゃってましたけれども、自分一人で悩んでる方ってのも結構いらっしゃると思うんですよね。まあ、恥ずかしくても誰にも相談できずに悩んでいらっしゃる方も結構多いようなんですね。ただこれ、中高年のおよそ3人に1人は経験したことがあると言われている。特に女性はこの尿の出る期間が男性よりも短いで、さらに筋力も弱いので男性に比べて湿気を起こしやすい体質とも言われているんです。これって筋肉が関係してるんですか？はい、そうなんです。私たちの下腹部の内臓や器官を支えてくれるのが骨盤底筋という筋肉なんですね。でこれは尿や便を我慢するための筋肉なんですが、出産を経験したり年齢を重ねるとともにこの筋肉が弱くなってしまうそうです。そうなると尿漏れを起こしやすくなるんですね。そこでそういった方々のお悩みを解消するために開発されたのが女性用の快適ショーツ、そして男性用の快適パンツです。もう見た目はね、普通の下着と変わらないですよね。はい、でもこのショーツの腹っていうのの内側にはしっかりと快適さを生み出す工夫があります。